肩ハゲ曲げまないだったら誰に殴り合い勝てそう。なんだよその女の子マジで。気をつけろ、これだけ言っとけ、これだけ言っとけ。俺ねマジで思うんだよな最近。わかる、痛い目見てもわからん。性教育しよう。それがやってきます。意外とうまくないか。これラスト行ったらキモいセリフ行こう。なんかキセフ、ヒスカーさん、ヒスカーさん文春されてるな。まずい、まずいね、これは。今なんか DM が来てた。なんで俺がバラすんだよ。殴らないで、殴るのはダメだよ。殴っちゃダメだよ。殴ったらダメだよ。まあガチプンシュンじゃん。人気 e スポーツ選手フィスカーがって書いてあるもん。あ、そうなんだ。1週間どうやって過ごしゃいいんだ。1週間がやばい。その1週間がマジでやばい。バロラント界隈詳しくないからあれだけど、結婚してたんだよ単純に。いいパパキャラだったの。あ、そうなんだ。俺初めて知った。そうなんだ。まあねー、まあ DM でもいろいろその悩みの DM とかがたくさん来てね、プロゲーマーにみたいな話たくさんある。ぶっちゃけマジでめっちゃあるよ。もうね、もうなんかあれだな、ちょっとあんまだな。別に俺もそうなんだよね。俺人の振りどうでもいいんだよな。奥さんと子供がかわいそうだけど別にどうでもいいから。別に読んでみたけどなんかそんなだった。スタはゲマゲマだったら誰に殴り合いかでそう。何なんだよそのシャルル雷神以外に勝てるよ。あ、でも俺ジャスにも負けると思うけどな。殴り合いってやっぱりその重量ってのが大切だから本当に。でもね、プロゲーマーはね、女の子マジでプロゲーマー気をつけろ。これだけ言っとけ、これだけ言っとけ。マジで女の子のみんな、プロゲーマーにガチ恋だけは気をつけろ。いや、最近のなんかちょっとね、ちょっと DM の相談を一つ、まあこういう流れがあるんで、話させていただきたいと思います。恥ずかしい話なんですけど、自分プロゲーマーの人に3ヶ月片思いをしてたんですけど、その人と初対面で会ったお酒の勢いで処女を卒業しちゃって、前儀なくやり終えた後に時間の無駄だなと言われたんですけど、それでも好きなんですみたいなね、こういう相談もあります。名前出さねえよ。俺名前も聞かないしね、こんなん聞いても興味ないから。でもダメだよ、俺やめた方がいいと思うよ。この人には、俺、この人にはちゃんと答えてるわ。俺すげえ必死だ。ちょ、見て俺の。マジでプロゲームのしょうもないからやめた方がいい。セフレ確実に何人もいるから、自分の時間大切じゃん。もっと人、いい人たくさんいるよ。プロゲーマーって肩書きに恋してるだけ。別に大したブランドじゃないプロゲーマー、正気だねって。俺、この人、まっとうな人生に歩ましてあげるように。ちげえんだって。どうしても若い子が多いから、遊びたい年齢の人が多いの。どうしてもね、やっぱりプロゲーマーの人って、中高、なんかリアルめちゃめちゃ充実してて、めっちゃ遊んでてプロゲーマーになりましたっていうルートが少なくて、ゲームめちゃめちゃ頑張って上手くなって勉強してプロゲーマーになりましたっていう人が絶対に多いんだよ。で、そういう人がチームに所属して活躍してお金をもらったら、そこでまたようやく女の人と遊ぶとかの選択肢が出てくるんだよね。大体、その女の子と遊ぶっていうさなかの人が多いと思う、俺は。だから、プロゲーマーに対するガチ恋は、タイミング的にやめた方がいいよって思う。だから青春が、そう、その恋愛とかいう、その女の子と遊ぶとかいう青春が、そのお金を持ってる状態で始まるから、基本遊ばれちゃうよって話。どうしてもその人生の段階的に、そこに今遊びがあるから、やめた方がいいよって思う、俺は。別にどこのプロゲーマーも遊んでるまではいかないけど、俺論で言うと確率が高いかなって絶対的に思う。
それこそゲームに全てを捧げて、そのゲームに情熱を持ったから今プロゲーマーになってるわけで、まあ、気をつけてね女の子は。女の子も遊んじゃいな。だから逆に言えばプロゲーマーの人相手にしてくれるかもね。プロゲーマー使って遊んじゃえば。だからガチ恋はすんなって話。ガチ恋絶対するな。お互い遊び合ったらお前も得するよ。そう、あのチームは全員食ったぐらいがおもろいから、そういう方がまだ健全で、ガチ恋しちゃうとマジで苦しい思いをする。わらわらわら、出たコンプ女出てきてくれ、わら、ペンタキル、キリングスプリー、ミッドとエディは雑そう。雑ならトップだろ、ふざけんな、トップレーナー、パックが。トップレーナーはもうすべからく雑だ。トップは一人よがりだから、一人よがり。でも、雷神のそういうのとか考えたくないけど。雷神のそういうの考えたくない。だなんかプロゲーマーのチームは一回あれだな、性教育しよう。一回性教育。俺ねマジで思うんだよな最近。性教育しよう。いやマジな話をすると学校でしてほしいけどね。俺なんかツイッターで流れてきた45分ぐらいのそこら辺と戦ってるおばあさんの話を見たんだけどさ、いやマジで学校で性教育をしようとすると PTA にガチギレされて、なんか授業ができないらしいよ。ウケるよな。総叩きに遭うらしい、ね、その人はもう学校とかじゃ教えられないから、その駅とかの売店とかを開くとかあったじゃん、ああいうところにスペース取って性教育スペースみたいなところでやってた。興味ある人にしかできないからさ、やっぱり学校って強制みたいなもんだから、そのバーってやるとその PT とかに怒られるから、なんかそういうスペースを開いて興味がある人だけにみたいなことやってたけど、地道な作業をしてるんですっていう訴えかけて、本当にあれは訴えだった。基礎って習ってない。さすがに基礎は習ったけど、かなり機械的だったし、行為自体のことみたいな習わなかったしね。性教育がタブー化してるから今ちょっとねあれだしね、そういう話すると気持ち悪いって本当に拒否反応が起こる人多いしね。配信でもぶっちゃけると思うんだよね、下ネタが本当にダメな人とか。だから本当に俺もそうだよ、そういう性教育とかって2人エッチと AV じゃん。2人エッチマジでちゃんと書いてあるからね。でもそれしか教材がないんだもん。だって中高ってさ、絶対にそういうのに興味が湧くタイミングで、もう人間の本能的にそういうのに興味が湧いてそういうことをするタイミングであるのに、なんかその教材みたいなものが少ない、少なくて、で取る本を間違えるとガシャ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 みたいなやつが多いし、なんかあーここいあー濡れてるね気持ちいいんでしょつって、しょうがねえだろそんな。俺たちに非はあんのかよ。世界が悪いだろ。世界が悪いって。そう、教育がなくて、で、正当なさ、まあ、正当な、だから、そのなんか、すべてがアブノーマルだとは思うけど、なんかちょっとずれていっちゃう人が多いのかもね、そっから。基本的な方は知っておきたいんだよ。俺もそう思う。俺もそう思う。じゃないと本能に従ってみんなしちゃうぞ。じゃないと本能に従ってしちゃう。